本日のゲームはスタッド・ド・サジテールで行われます。この時間はチェルシー対チェルシー、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。チェルシー対チェルシー、まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。これはつながりません。クリア。このピンチをなんとか出します。裏へ出るか、フリーで受ける、シュートと詰めている。立ち上がりから非常に激しい攻防ですね。これは見応えある試合になりそうですよね。このパスを受けて、マルコス・アロンソ、カンテからジルーを狙った、カウンターを仕掛けます。このボールに触ります。ベンチルウェル、どうだ、必死のクリアですよね。カンテ、素早いパスで攻め上がっていきます。スペースを狙う、打つか、ボールが迫る、ルーズボールになる、来た、リードル、いやー、やー、枠の右、この辺ね、外れはしましたけどもギリギリのとこ狙ってますよね。ジルーからのスルーパスは通りませんでした。さあつながるか、このボールはカットされます。素晴らしいパス、右サイドへ振ってクロスを入れる、クリアです。シュート、長いボール縦へ、アスピリクエタ、アスピリクエタからこのフィードパスと、これはつながりません。アスピリクエタからのスルーパスをカットしました。裏のスペースを狙う、ジルから中、ここを拾って次につなげたいチェルシー。もう一度、ボールはクリア。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。チェルシー、このクリアボール次へつなげたい、ミドル、メンディ、いや、いい反応でしたね北澤さん。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。チェルシー決定的なチャンスを迎えたシーンでした。前半30分を経過しています。マイです、おっと抜けた、チェルシーここでファウルをもらいます。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。
決めれば先制というこのフリーキック。止めた。ボールを追っていく。チェルシーは2本目のコーナーキック。これを拾いたいチェルシー。アスピリクエタ上がっていく右サイド、スルーパスを出す。アスピリクエタからジルー、裏を狙っていきます。ここで収まる。こぼれた。長いボールを送ります。このボールはつながりません。今日は両チームともいつ点が入ってもおかしくないような試合展開が続いています。どちらもシュートを打ってるんですけどね、決められないという感じですよね。カンテからイブラハム、どうする。ふわっと裏を狙う。ジルからイブラハム、裏へ届くか。抜けてくる。シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。チェルシーは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。エドゥアル・メンディ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。チェルシーとしては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。チェルシー対チェルシー、スコアレスのまま後半へと続きます。後半スタートです。0対0で入っていく後半です。シルバス、ボール受けて出るの。いやメッセージ、いや、よく取りましたね。ファインプレーですよね。チェルシー、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。チアゴシルバからのフィードボール、チャンス来た。さあ、ここでカウンター。ジルー、裏へのスルーパス、仕掛けるタイミングを図る。裏を狙う。いいボールでしょ。さあ、ボールはジアシュへ。これいいでしょ。ファーサイド、クリアが浅い。精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうと、やはり可能性なくなりますよね。アーチのようなパス、クリアです。まあ、来ましたよ。あ、これファッ、取れないですか。レフリー、チェルシーとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、守備の数的不利なリスクを背負ってても、こういったんですよね。そうですね、カ
カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、ジアシからのパース、マルコス・アロンソからジアシ、スルーパスを狙う、カンテ、スルーパスを出す、このスルーパスは通りません。ジアシからメイソン・マウント、大きく縦へ、ジルースペースを狙う、チェルシーあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。マルコス・アロンソからイブラハム、ルーズボール、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。裏へ抜けた、メイソン・マウントからジルー、マルコス・アロンソ、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。このクリアボール拾いたい、縦へのボール、スルーパスいけるか、ここはすぐ奪い返します。チェルシー裏のスペースを狙う、もっといいボールでしょ、この位置でボールを受けます、クロスを選択、シュート、オフサイドです。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。チェルシー奪い返します、ドルーズボール、裏を狙う、ジアシからメイソン・マウント、マルコス・アロンソ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。この柔らか頭きた、先制、ようやく均衡を破りました。ようやくですね。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかが分からないような鮮やかなカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないです。シュート、メンディ、ルーズボール、危ない、あ、止めた、ヘディングでした。チェルシー決定的なチャンスを迎えたシーンでした。カット、ウテリクシュート、ゲット、これがダメ押しゴールになるのか。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。相手の守備はその前にもう対応遅れてましたからね、結果的に開けてはいけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。しかしこういうチャンスを追いついて決めるあたりは素晴らしいですよね。ここで笛です。2対0、勝利を得ました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。チェルシーとしては試合が進むにつれて徐々にペースを掴んでいきましたよね。チャンスもしっかり決めてましたし、こういうサッカーを見せられると強いチームだなっていうふうに思いますね。そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、
今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チェルシー2対0で試合を終えています。